文献紹介、直影通貨大学、CNO 総理研究室、上村さんと申します。今日は、アフライングリスのプランドフィールドザブニーモフォロジコアネニスの論文について、紹介しています。最初には、その論文についてその論文は、日本語のモフォロジコ日本語の携帯紹介式処理するコンディスのランダムフィールドに沿って日本語の携帯紹介式をする、日本語には、単語の分けるの曖昧性と、ノンスタンディングのプログラミングのプロナムの問題について、の問題と、統計的の日本語携帯紹介式、問題を解決する、その実験するときは、ハイデンマックアップモデルと、マシムエントロピーのデータセットに一緒使って評価している。最初には、ハイデンマックアップモデルの最初には、今存在しているの携帯紹介式の問題について説明します。最初は、ハイデンマックアップモデルは、朝原と松本さん、2000年、その問題については、そのオーバーナッピングのフィッチャー、これは、ヒアラキコのタクセットを使っての問題と、ノンインディペンデントのフィッチャー、それの知らないのた、そのコボス、アノテイティックのコボスを使って、だからそのコボスの中で、知らないの単語があるときは、単語を判断するの問題もある。マキシマムエントロピーマックアップモデルは、内本さんの2001年、その方法は、情報のナベルビアスと年ビアスの解決できるけどですが、その並列を選んでいるときは、低いのエンソビスクリーンが、なお、インチョビは、グビー、スビー、シニクティック、イズニック。次は、日本語の単語、日本語の単語分割の曖昧性について説明します。日本語には、例えば、英語には、スペースに沿って単語を分割するんですが、日本語は、単語と単語は説明しない、分割しない。だからその問題に、最初の問題に、その問題は、単語はどっちの単語のか解決する、単語分割する。それの一番、それは、簡単の方には、net the character b token それは character basic begin and inside the token ですが、その方法には、cannot directly reflect the lexicon with the which contain the previous knowledge と、その lexicon の、その accuracy は 90% 以上できない。
ので、その日本語の日本語の携帯紹介事項は、ね、単語はナスティインプッスのセンターに、ナスティックのストラクチャーを作成する。だからそのナスだからナスティックスを使ってそののセンターの中で単語は全部、単語は全部列で表している。例えばこの文章について、東京に住む。なんかその文章の入力して、次はナティスのナティクスを作成する。それのトークンは全部のトークンは分けて列で表して、ボード、そのボードの雑なら選んでの、選んでの、単語を決めて、の文章、正しいの単語分割の文章である。次は、ノンスタンディングのプロブの問題について説明します。ヒエラキコのタクセットについて日本のポッタクセットを使っているのは、2つの日本語の携帯紹介式チャーセンとズーマンを使ってそのタクセットの中で、3つのカテゴリーがあるそれはパックオスピック、コンジュンゲーションフォームとコンジュンゲータイプ、だからそのパックオスピックののレベルのサブカテゴリーは、トップレベルは15シリーのカテゴリーがあるで例えば Now Verb Act Verb と Now 例えば Now は、小さいの小さいの種類も分ける。例えば、common noun、proper noun、proper noun は、も小さい種類分ける。それは、person、organization、place、and sometimes、something like that。And、と、most of the level は、work level。だから、その全部計算すれば500、その違うのレベルは500で計算できる。だからこの英語の中盤のペン中盤に比べてなら、日本のポスト達成は大きい、うん、それで、ボストンのレベルだけ使ったらそのダータスパースの問題があって、そのトップのレベルだけ使ったらそのポスタなくなるの問題がある。例えばスフィスの3とこうなら、それは人のポスター見つける、次はナベルのビアスとネンビアスについて説明します、そのナベル例えば、それはナベルビアスで、そのナベルビアスのは、確率を計算するとき、
そのトークン B とあトークン B は、トークン B は、のアポストのアポストはイオンになので、それの確率は1、うん、だから一般的にそれのその1の1の確率は、低いのエントロピー、低いのエントロピーに、高い数のリコーディングをエスティマイスする、とレンビアットは、レンビアットは短いの道だから、短いの道だから、それは、トークンはトークンは少ないなら、ソークンが少ないなら選べる。コンディションのランダムフィールドについて説明します。それそのコンディションのランダムフィールドの解決の問題のは、correlated the feature of the inputs allowing flexible feature design for the hierarchical tasks minimize the influence of the neighbor and lag bias。 この論文の中で、2つの コバスに、2つの日本語のアノテイティックのコバスにを使って、それは Kyoto University のスピーのコバス 2.5 と、Adapt New CP のテストコバスを使って、そのテーブルの中に、チェンリングのセンテンス、チェンリングのトークン、とテストデータを分けます。詳しくはこのテーブルに載っています。次の結果は、そののテーブル3とゾーンはそのの京都ジノシティのコバスと、ある WCP のコバスを使って3F スコアセフトフとオンロンは使って CR のクラコンディショナルランダムフィールドと比べます。そのテーブル3の中にその結果は、マキシマムエントロピーマックオブエントロピー、その論題のその論題は、ズーマンアネネイザーズーマンを使って、そのテーブル上は、ある WCP のデータセットを使って、そのルールズの結果は、ハイルマックモデルを使います。だから、それは、このコンディションのコンディションのランダムフィールドと、マキシマムマックオブハイデンマキシマムエントロピーマックオブハイデンモデルについて、その訓練するのフィクチャーは、セクスメンの、マキシマムエントロピーのマックオブハイデンモデルは、単語分割するときは単語ハイデンマックオブモデルの正しいの文章
で、パラシウの文章は違う、違うの結果を単語分割しました。例えば、その、例文は、ローマンは、ローマンと、ナイシン。二つの、プロシエーションとノモリ、一般的の概念は、ローマン派と内臓です。ですが、その、マキシモ・エンチョビのマコモロは、それのボイのフラムは新しいのもので、その辺はマキシモ・エンチョビ・マコモロ の結果である。だからマキシモ・その面の方は、短いの道を選んで、低いの短いの道を選んで、だから違うの結果に出ますと。ですが、とこのテーブル、このテーブル5は、トータルと、そのの the summary of the number of error と、of 3つの手法を使う。はい、以上です。